広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。おはっぴー、よぴーふっとです。新川亮二です。ライチの川です。本日は超電ブレイカー収録の新カードの中から二進化ポケモンを初公開していきたいと思います。楽しみだ。二進化ポケモンですか。そうです。アートレアの紹介もありますので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。ではまず進化前のこちらの2匹です。コフキムシ、コフライ。いや、どっちもね、可愛らしいイラストですよね。うん、コフキムシはこの植物の中からこう見上げる表情がね、可愛いですよね。うん、頭に葉っぱが乗ってるところもチャーミングです。はい、技の仲間を呼ぶも山札からポケモンを出せ便利です。そしてコフライの方は秋を感じさせるようなイラストですよね。うん、冬を越す準備をしているのかもしれないですね。こちらも技歩き回るが便利で、ベンチに下げておくことで次の相手の番倒されづらくなり、ビビオンに進化させやすくなりそうです。ではここから進化するビビオン見ていきましょう。こちらです。お花も咲いていてね、あったかい季節になってますよね。うん、青空の中でこのビビオン自身もね、周りのお花もカラフルで生えてますよね。うんうん、にっこりして嬉しそうな表情もいいですね。はい、うん、ビビオンは草タイプの二進化ポケモンで HP が120です。1つ目の技が無色1個エボルパウダー。自分のベンチポケモン全員からそれぞれ進化するカードを自分の山札から1枚ずつ選び、それぞれに乗せて進化させます。2つ目の技が草1個カッターウィンド、90ダメージです。エボルパウダーは技マシンエボリューションの技と似た効果を持っているんですが、こちらはなんとベンチポケモン全員を進化させられちゃいます。おー、ベンチ5匹全員進化させられたら熱いですよね。はい、うん、特に二進化ポケモンは準備が大変なので、これで進化させやすくなるのは便利ですよね。うん、他にも HP の小さな種ポケモンがベンチに並んでいると、進化させる前に相手のファントムダイブの効果によるダメ感6個で倒されちゃったりするので、進化させて全員 HP を大きくしておけたら嬉しいと思います。ただですね、まずこのビビオンに育てるために不思議な飴を使ったりとか、まあ、例えば技マシンエボリューションを使ったりしてると、このエボルパウダーを使うまでにちょっと時間がかかっちゃいそうじゃないですか。はい、うん、そう思いますよね。ここで皆さん、バイオレット EX に収録されているコフキムシとコフウライを見てみましょうか。こちらです。おお、どちらも特性適応進化を持っていますね。はい、こちらのコフキムシ、コフウライもとてもおすすめで、適応進化を使えば最初の番や出したばかりの番でも進化することができます。ということは、この3枚をうまく手札に揃えられれば、高校最初の番にエボルパウダーを使うことも可能です。おお、いいですね。ひなつを使えばコフウライもビビオンも揃えられるので、こちらも相性良さそうです。うん、またエボルパウダーは無色エネルギーで使えるので、草デッキ以外にも様々な進化ポケモン中心のデッキと組み合わせやすいと思います。いい組み合わせが思いついたら、ぜひコメント欄で教えてください。そしてですね、今日はこのビビオンのアートレアも公開します。おお、こちらをご覧ください。じゃじゃーん、どうですか。これめちゃくちゃ綺麗なとこですよね。はい、もう羽の模様がしっかり見えて鮮やかで見とれちゃいますよね。しかもこの羽の後ろにこう鱗粉が散ってる表現もね、これも綺麗ですね。うん、いや、これめっちゃリアルだなと思って、うん、木の質感とかも本物みたいですね。うん、近くでビビオンの日常をね、こっそり見れている感じがすごく嬉しいです。うん、非常に素敵なイラストのアートレアでした。ということで今回は超電ブレイカーの新カードを初公開していきました。今後もポケカチャンネルでは超電ブレイカーの新カードの情報を発信していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回。バイバイ。